い、皆さんこんにちは。あれ今日は一人多いぞ。覚えてる人久しぶり。はい、というわけで今日は北岸さんがおかえりなさい。お久しぶり。どうも元気。今日は賑やかですね。はい、というわけで今回も始まりました、声優活動応援バラエティーコエンター、今回で第143回目の放送となります。お久しぶりでございますの。はい、ブタ君。ブタ君の、はいはい、ブタ君さんの顔に頑張っかぶってるなと思って。はいはいはい、はい、というわけで、はい、というわけでね、はい、はい、こちらナンバー20番ビローと、はい、キラナンバー何番だっけ、ナンバー13番の北岸涼子と忘れてた。そしてナンバー1番ブタ君の声こと浅川正弘のいつものメンバーでお送りいたします。いつも、はい、いつもですよ。はい、いつもです。はい、というわけで、はいはい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。元気ですか？元気です、元気です。寒い日が続きますが、お体大丈夫ですか？皆さんお元気ですか？お元気ですか？インフルかかってませんか？元気にいきましょうね。どうよ、インフルとか流行ってなかった？流行ってるよね、今、ナウね。ナウですよね、なんかめちゃくちゃ流行っててネットニュースになってますよ。なってる。あのさ、インフルエンザって紅茶で死ぬらしいみたいな話聞いたことない？何その、他の時点が某ヨーグルトめっちゃ効くっていう話を聞いたことある。そうそう、ヨーグルトじゃねえの？ワンが効くんだ。今初めて知ったそれ。なんかね、紅茶で死ぬんだってウイルスが。だけど、ミルクを入れた瞬間に意味がなくなるんだって。私ずっとミルクティー飲んでたなと思って。おやつば。わからない。本当か。まあネットで調べてみてください。そうですね。紅茶を初めて聞いたな。らしいよ。ちょっとした噂を聞きました。なるほど。紅茶のなんかホームページから。なんていうか、もうインフル怖くてみんな藁にもすがってるような感じじゃないかい。ちなみに何ティーが一番効くんですか？わからない、わからない。ストレートなのか、ミルク入れたら砂糖はオッケーなのみたいな。あー、砂糖ね。セイロンはセーフですか？どうなんでしょうね。何の茶葉がいいのかはわからない。調べてみてください。調べてください。わかったら教えてください。はい、我々も実践します。はいはいはい。なんかマスコットが怖えって言われてるな。あれ前からいたよ、ブタ君だよ、うん、こんなね、愛らしい、愛らしい君でございますよ。愛らしい、はい、愛らしいです。うちのマスコットキャラ、愛らしい、はい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 。なんでいつまにかね、ブタ君がマスコットになっちゃったのかな。そうですね。牛くんもいたよね。牛くんもいた。カエルくんもいたよね。カエルくんもいましたね。牛くんどっか行っちゃった。どっか行っちゃった。寝てます、寝てます。あっちの方に。牛くん、はい、はいはい。今回はね、なんかせっかくなんで、うん、北岸さんと、まあ、うん、雑談というか、雑談、雑の談を、雑の談をよろしくお願いします。まあ、近況じゃないけどね、うん、なんかその、うん、北岸さんとさっき控室で話してた時もそうだったけど、うんうん、やっぱね、いるとね、うん、あの俺の知らねえオタク情報がいっぱい出ないんだ。今、アンに北岸さんにおめえオタクだなって言いましたよ。言ったよね。今言いましたよね。いや、違うのかい？すごい。よくね、マネージャーには忘れられるんだけど、オタクの仕事くださいって言うと、だんだん忘れられていくんだよ。すいません、なんかオタク関係ないですか？オタク関係？あ、そうかとか言って、忘れてたみたいな。って何度も言うんだけどね、分かってもらえない。オタク関係、だから言ってくれて嬉しいわ。オタクです、オタクなんですよ。そんな、ちなみに今何ハマってるの？ちょっと言えないんですよ。それがちょっとモザイクかかっちゃうんで言えないんですけど。ピーってなっちゃう。やばいもんにちょっと今手を出して、いろいろなものに今、あ、でも悠々白書再来してますからね。ああ、めちゃめちゃ悠々白書好きなんですよ。大好きです。すごいんですよ。愛しいです。で、最近はクロバスを見直してると。おとといですよ、3日前くらいから、またしかも1話から見直してるんですよ。1クール目の1話から見直してる。そうそう、突然鏡くんの This is Japanese Lunch Rush っていうのに大爆笑した。クロバスはね、気になる方は Amazon Prime、 途中から見出したから全然知らない。 Amazon Prime で1から見れる。すげえ Amazon Prime 持ちますね。別にお金はもらってません。いや、まあ、僕もね、せっかくアマプラ入っててはいるけど、全く作品見てないからね。じゃあ見ましょう、これを機に。とりあえず一通り見ましょう、いろんなもの、はい、あとバナナフィッシュもおすすめです。最近ハマってる。それは出していいんだ、名前。バナナフィッシュをおすすめ。まあでも今押されてますから大丈夫ですよ。いろんなところに、本屋にすら平積みされてますからね。本当に今大人気なんですよ。すごいんですよ。アニメ終わったところですけどね。ちなみに私見たことないですけど。美しいです。だから、あのアニメ化するっていうニュースは知ってたの。なんかどっかで流れてきて、今更っていう感じだったから。ローソンとコラボしてましたね。あ、そうなんですね。で、なんかね、スムージー、バナナチョコスムージーっていうのが、さすがバナナ、ね、なんだけど、レアっていう絵柄のやつが大人気すぎて、その日のうちになくなってた。おすごい値段で取引されるぐらい。いくらとは言わないけれども、行われ、めめめめめから始まる何かね。
売られるぐらい。なるほどなるほど。原価は絶対、絶対原価っていうか元値は絶対わからないみたいな。もうびっくりするぐらい。あ、手に入らないんだって思った。やめようみたいな。昔なんかその女性向けだよね。一応フラワーコミックスです。あ、やっぱそうだよね。あれフラワーなんですか。そうなんです。女出てこないけどね、ほとんど。フラワーコミックですか。はい、片手で書くフラワー。僕は見てたっていうか、見かけたのは、話題になってたのは中学校時代だと、で、友達がなんかあの持ってて、貸し借りしてて、それ何なのって言ったら、なんかエロい本だっつって。エロい本だでも、中学生だとエロいんですかね。いや、だってあれじゃないですか、小学生の頃ってあの女の子で言うと仲良しリボンチャオは見れるけど、証拠見とかって、ね、手出せなくないですか。いや、俺だって不思議遊戯もなんかちょっと危ねえって思ったぞ。不思議遊戯は危ない。別筆とか、あそこだ、証拠見と別筆はあのお姉ちゃんがいる子、中高にお姉ちゃんがいる子は買ってるって聞いたことはあるけど、私あの長女なんで、長女なんで私が最初に買わないと買えないわけですよなるほどね。あそこは手出せなかったですね。小学校、中学校もちょっとドキドキしました。私買わなかったな、結局そこは。コメントでした。私もあれでは買えませんね。月刊では買わずに、気になる絵のやつだけ静かにこうスーン、ルックオフでスーン。あ、わかります。あれ、コナンとかに挟んでスーン。もうそこらへんはやっぱ少年がなんかちょっと若干エッチで本を買う時みたいな。多分気持ちは一緒だと思います。え、だってタイトルも結構やばいのあったもんね。ありますね。え、だって快感フレーズとか言われてもさ、なんか小学生ちょっと微妙じゃん、手出せないでしょ。ああ、まあ、っていうか、どっからタイトルにツッコミを入れていいのかってとこあります。ある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 。あれ、なんかバンドの話か。バンド？バンド？バンドじゃねえの。あ、快感フレーズ、内容知らない。いや、それ多分違うと思いますよ。それ多分あれですよ、覆面ノイズとかそっち系ですよ。え、全然わかんない。聞いたことないぞ。あれ、快感フレーズ、なんかアニメで知ったような気がするんだけど、なんかバンドじゃないか。バンド？なんかあれ、バンドでした？バンドでした？誰に聞いてる。あれなんだっけ。いや、声、快感フレーズ、私なんかと間違えてますかね。あれって確か新庄真由さんでしたっけ。なんかそのなんかすげえなんか イケメンっていうか超人気の、ユニットっていうかバンドマンで、でその歌をなんか女子高生かなんかが陰でなんかゴーストじゃないけど書いててみたいな。あれ、それ快感フレーズでしたっけ。全然知らない。あれ違ったっけ。私言ってるの違う作品かもしれない。女性向けだから俺知らないよ。だってでも私も読んでないので。いや、私読んだはずなんだ。混ざってんじゃない、いろいろ手出しすぎる。そうなの、皆さんがほらオタクやってると周りがどんどんオタク増えるじゃないですか。まあそうですね、類は友を呼ぶとね。貸し借りっていうものが出てくるとだんだん分かんなくなるもんですよね。確かに確かに。北岸さんがいるとね、なんかあの女性向けのなんか動向とかの情報がいろいろね。最近でも本当にあのタイトルも言え、ちょっとこちらでは言えない、はい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 、作者名もギリアウト、内容なんてもってのほかっていう作品にちょっと周りのみんなでハマってる。ちなみに R 指定はかかってないですよね。かかってんじゃないかな。おっと、かかっていらっしゃる。でもアニメ化するんだよね。じゃあいいんじゃないの。いや、ちょっとあの私の口からちょっとまだまだちょっと、何大人でしょ。ちょっと多分あのピーってワロップさんに怒られる可能性あるからね。あそうか、今生放送ですか、ね、そうそう、生放送はちょっと危ないかな、危ないんで、っていうものにハマってます。まあちょっとさらっとこちらには終わった後にお伝えしましょう。わかりました。じゃあ私は静か見て、あーって言っときますから。大変だよ。大変です。いろいろ大変。そう、それが今すごい大人気なの。その今名前も言えない。名前も言えない。もう名前も言えないのに大人気なの。もう大人気なの。で、多分アニメートとかには貼ってあります。僕は完全にもう女性向けなんだ、じゃあアニメートってことは。貼ってあります。貼ってありまして、名言避けましたよ。アニメ化します、はい、グッズ多数出てます、はい、がありましたので、ちょっと私一度ですねガチャを回してみようと思います。ちなみにどっち系のガチャですか。あのこのゲーム系なのかリアルのガチャ。リアルガチャです。あ、リアルガチャを回してみたんですけど、ちょっと聞いてくれる、はい、回したら止まってさ途中で、えガチャ、あ、え、戻してもダメで、もう一回回してもダメで、どうしよう、え、300円、いやしょうがないから、アニメート中の池袋のアニメート中のお姉さんを探してこう、すいませんって声かけたの、お姉さんに。そしたら、まあ、あのガチャがって言ったら、あ、わかりました、あ、ではご一緒に行きますね、ちょっとお待ちくださいって言ってレジに連行されたわけ。そしたらその横にお兄さんが立ってんのね。で、うんって思いながら、タイトル何ですかってレジを開けたから、言えないっつって思いながら、
とりあえず一緒に来てもらっていいですかって言ったんだけど、そしたら、あ、はい、わかりました。で、タイトル教えてくださいって言って、チーンってなってたの。お兄さんが、何なんか揉めてるみたいな感じで、こっちをチラチラ見るわけよ。いや、見ないで、本当見ないで、本当見ないでと思いながら、タイトルをドンって言って、これで何か文句でもありますかみたいな顔で睨んでやったわけですわ。それはでも、別にアニメートの店員さんが悪いわけでもない。分かってます、分かってますよ。何に怒ればいいのか分からない。でも出せないよ、アニメ化する作品ってなんだ。どうしていいか分からない、この私の怒りとモヤモヤを誰かどうにかしてくれと思って頭に来すぎたっていう思い出が一つ。で、その経験に。やっぱタイトルで結構ヤバめなんですね、ってことは。もう言えないの。多分店員さんとしてもこれは罰ゲームぐらいなレベルなのね。あ、でそんなことがあったにもかかわらず、私はめげずに大阪にちょっと行った時に、大阪のアニメートに寄ってみたわけですよ。そしたらグッズがこうわーってなってて、キャンペーン中みたいな。めっちゃめげないですね。そうで、なんだって、ちょっとこのキーホルダーランダムか、買ってみるかいいかって買ってみたわけ。レジ持ってたわけ、鋼のメンタル、コナンに挟んで。別にコナンのグッズが欲しかったものがあったわけじゃないんだけど、とりあえず挟んで持ってた。偽装偽装。そしたらね、レジになぜかイケメンのお兄さんが3人しかいないわけよ。これは一体何の罰ゲームだと思って、と思いながら、もうでももうここまで来たらしょうがない、きっとスルーしてくれると思って持ってったの。そしたら、この〇〇〇〇というタイトルなんですが、ただいまキャンペーンをしておりまして、この〇〇〇〇、あと何円買っていただくと〇〇〇〇のポストカードを差し上げております、もう少しお買い求めになりますかって言われて、何度言うんだよこのお兄さんと思って、いい加減にしろよと思いながら、あー今持ってくればいいですか、じゃあもう一個って言ったら、もう一度並び直していただいてって言われて、周知プレイにも程があるぞと思って。大阪のメンタルもすごいですけどね。言いたかったんだろうね、お兄さんね、若かったからイケメン。もうもはや楽しくなったんでしょうね、多分。何度でも言いたかったんだと思う。アニメイトに勤めてる方にとっちゃ、もうそれこそね、罰ゲームだよ。エンブレムだ、エンブレムだよ、もうだから。もうあれ勲章、勲章。すごいよ、ほんとすごい、何の作品かがさっぱりわかんねえ。わからないですけども、確実にタイトルがすでにピーヨンが入るぐらいってのは、うん、たまにありますよね。中学生男子かな、ちょっと小学生には多分その単語はないと思う。中学生男子だな、多分な。中高生男子かな。そこら辺がわかんねえんだよ。だからタイトルの時点で口に出しちゃいけない言葉が入ってて、今大人気なんでしょ。そうなんですよ。まあでもタイトル関係ないとかあるじゃないですか、中身が面白ければ。例えばタイトルは何でも言えないみたいな。そうそう、電車の中とかで友達と話そうと思った時に、言えないよねっていう、うん、ちなみに略称とかでなんとかなんないですか。どうにもできない略称なんですよ。あの、確かに前後で分けられるんだけど、上も下もダメなの、どうしていいか分かんない。間に星かなんか入ってたけど、こっちもこっちもダメなんで、どう訳したら、みたいな。星が入ってて、確か星だったと思うんだけど、結果、頑張って、ビールブルドなんか分かんない、分かんない、全然分かんない。いや、多分分かんないと思うよ。もう真ん中に星入ってるのラッキースタぐらいしか思いつかない。そう、いや、俺なんか関係ないけど、角田ヒロが。いやいや、関係ない関係ない。人じゃないですか、もはや。カンプリンス様みたいだよ。あー、そうそう、そういう感じの。星はいっぱい入ってますね。そうですね、だからもう、違う、宇宙。全部違う。略してもどうにもならないから。どこを取ってんだろう。それは何、局部的な話が、話題が入ってるの。局部、で、それに近しいものがあるってこと。調べましょう。わかりました。誰か調べてくれ、誰か調べてくれ。みんな気になると思うんで、調べてください。局部的なタイトルが入ってて、今大人気で、女性何が人気になってんだよ、もう。やばいじゃん。わかんないね。でも、原画展ちょっと行きたかったよね。原画展もあるんだよ。原画展もアウトだなと思いながら、ちょっと見たかった。マジですか、そこまで盛り上がるものを見てみたかった。ちょっと後で話しましょう。後で話しましょう。おい、やめてくれよ。俺も挟んで、どしもれて話さないでくれよ。しもれたじゃないです。純粋な話です。純粋だよね。だって女の子に人気なんですよ。だったらちょっと情報仕入れとかないと、遅れるじゃないですか。私が、後で後悔するとね、辛いからね。そうですよ。それは別にすごく綺麗な絵です。綺麗。絵は綺麗。とても美しいです。じゃあ、絵の路線はどういう系なんですか。こう綺麗系。あ、でもやっぱり女性に。やっぱキラキラ王子様系。あ、悩んじゃった。違うの？まあ、誰か想像がついた方はぜひコメントを。時々ね、北岸さんって、ね、はい、結構マニアックなところ行くからな。いや、マニアックかもしれないけど、あれだけ大々的にアニメートでキャンペーンをやっているんだから、そんなにあれじゃないってことですよね。こう、なんていうんですか、あの、大々的にやってるってことは、売れる、もしくは売る気満々でこう押してるわけですから、メイトさんが。それは何、キャラもそうだし、やっぱその声優さんとかもついてるわけで。あ、そうですね。あ、そうだな、はい、まあそれは併用してるし、
となってくるとアニメ化するってことはゲームか違いますね。あ、違うの、はい、え、漫画？ゲームはないね。ゲームじゃない。ちょっともうこれは後で、いいんですか。ちょ見ない、手空いてる人、ちょっと今アニメイトのところをちょっと調べてくれ今めっちゃアニメイトで押してるやつ、今度アニメ化するやつみたいな。まあ、多分あれだな、池袋のアニメイト行ったらすぐ分かるんだろうね、あそこを止めることだもんね。でもね、私はその作品を見て思ったのは、はい、ね、これジャパニーズカルチャーとして世に出しちゃダメだよと思った。ジャパニーズカルチャーとして、なんか本当に楽しませていただきましたが、その私が言うことではないかもしれませんが世に出しちゃダメだよと思った、だってこれがジャパニーズカルチャーとして世に知れ渡るんでしょ、日本だけじゃない、この世の中に、世界という、ジャパニメーションとして、ジャパニメーションとしてダメでしょ。なんだろう、すごく気になって、この後番組大丈夫かな私ダメでしょう、レベルです。まあいろんなものにね、はいはい、皆さんハマりますよねということをすっごいギュッとまとめましたね。はい、いや私もともと別に不女子ではないの、腐ってる頭ではないんです。あ、じゃあそっち系、おかしいだろ。いや腐ってるよあのねそうじゃないんですよ、どっちかっていうとドリーマーなんです、私。あー、腐ってことドリーマー違う違う、これが分かる人は本当のオタクだね。分かりますよ、ドリーマーと不女子は別ですから。別ただ不女子に怒られますよ、それ。それはドリーマーに怒られるんじゃなくて、不女子にドリーマーと一緒にしないでくださ、オタク、不女子、ドリーマーってジャンルなんの今。住み分けよっていうことですね。住み分けよ今、いやだからやっぱディープだ、俺の知らない世界を知ってるわ。あれ、原高さん気づいたんじゃないですか。原高さん気づいちゃった、え、気づいちゃった、ええ、これなの、あ、そう、部活のやつですね、そうです、え、わかんない、あ、何ですか部活。だから略すとしたらさ、もう写真部しかないよね、原高さん。あれ、他略しようがないでしょ、写真部。まあ今、いや、このコメントってことは、なんかちょっと やばそうな、部活のやつですね、わからない、なんだなんだ、気づいてる人が何人もいるんだよ。それ、まあ、マジで流行ってんの。だから流行ってるからみんな知ってんでしょ。え、日高のり子さんも出てんの。え、日高のり子さん出てんの。日高のり子さん、日高のり子さん、何、広いってこと。え、広い、いや、女いないよ。あ、じゃあ、女いない、え、少年、日高のり子さん出てたっけ。少年、もう何が何だか分からなくなってきてるんですよ。あ、買ってた、何買ってた、ああ、やっぱり、じゃあ、ね、女性層だ。そうなの、やっぱりね、人気なんですよね、あれね。ただ、喋るのはとても難しいけど、特に電車の中とか。あの、浅川さんが分かんないのはいいんですけど、挟んで私も分かんないのが、なんかすごくモヤモヤしますいや、まあ、ビロちゃんはどっちかって、なんか少女趣味なんだよ。こっちは、どうたくやどうたくです。いや、でも、あれですよ、人生ブレーカーされて、こうしやがったこういう人ですよ。まだ表の世界なのよ。表の世界、地下世界だから。地下、あんま地下、うん、いや、それ納得しちゃダメですよ。いや、でもコナンにハマってたから、だいぶ表でハマってたような気がしてたんだけどな。いや、その仮の姿だよ。違います、仮の姿。でもコナンコナン冷静に考えてください。コナンは確かに表立ってますけど、冷静に考えたらあれドノマですよ。やっぱりね、はい、そうだよね、はい、コナン好きですから分かります、沼ですよ、ね、いつの間にかね、女性層が増えちゃってね、あっという間に今も怪盗キットに持ってかれてるから気づけばね。でも残念ながら私コナン推しなんですよ、なかなか分かってもらえない。安心して、コナンがいなくなることはないから。イエーイ、違うんですよ、新一推しじゃないんですよ、コナン推しなんで。やっぱ朝からこうですよ、ちゃんとしたオタクの人は私がコナン推しって言うと理解してくれるんですよ。わかんない、わかんないですか、普通の人だと、え、だから新一でしょって言われる、違うんです、コナンがいいんです。でも俺誰が好きだろうな、あのキャラの中だったら。え、京極誠さん二人して、いやいや、でも次のヒーローじゃない。男の人に人気なのは誰ですかね、やっぱキッキットじゃない。キットって男の人にも人気なの。かっこいいよやっぱ。あ、そうなんだ。あのいつでもクール、まあ、ちょっとね、あのお茶目な部分もあるけども、実際表面的な、うん、エロ赤井さん、赤井さんが男性人気ないじゃないですか。赤井さんは人気ない、やりすぎですか。理想が高すぎて、あ、スパダリすぎて憧れるっていうより、あれはちょっと FBI にはなれないとなんていうんだろうな、ジャンルが違うっていうか、神の神赤井系の憧れるにもちょっとおこがましい、おこがましい存在じゃない。あれは、なるほどね、好きになっちゃいかんでしょ。何言ってんのかよくわかんないし。赤井さんはパーフェクト人間すぎる。それこそだったら、あのね、安室の方がもいい。安室さんの方がまだ人間味があるし、親しみやすいじゃん。今アンに赤井さんバカにしましたからね。人間味がないって言いましたよ。いやあれはちょっと高貴すぎて、パーフェクトすぎて、あれって言ったら赤井さんに若干バカにされてるじゃない、安室さんは。
馬鹿にされない。馬鹿っていうよりあのなんか、まあまあ、もうちょっと冷静になれとって言って、ちょっと安室さんは若干ちょっと子供っぽいところがあったりもするし、感情的っていうか、ね、赤井さんはそこら辺も全部制御できるっていうところ制御できんのか抜けてんのか、うーん、紙一重ですよ、ね、常にクールじゃない。私ね、赤井さんよりスバルさんが好きなんだよね。あー、でも赤井さんからスバルさんに変わるあの瞬間もちょっとキュンときません？垣間見える瞬間いいよね。いいですよね、目開く瞬間とかちょっとドキッとしますね。わかるわかるわかる。何の話正直、まあ、あの糸目キャラは俺大好きです。あ、じゃあそうですね、そっちですね。じゃあ沖屋さんでいきましょう。沖屋さん、沖屋さんのやってる沖屋さん、そうそうそう、今ややこしくなっちゃう。そっかそっかそっか、そっから名前来てんだもんね。そうですそうです。ああ、まあ、おっさんずラブをアニメ化した、POE、 ああやっぱそうなんだ。うん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 、ショタ、うん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 、ショタなの。ショタか。え、でもおっさんずラブをアニメ化したんだったらおっさんじゃないんですか。おっさんじゃないよ、だって舞台は部活だから、ほら高校だから。ショタ、あ、でもショタってどうせあれでしょ、なんかあの可愛いなんか王子様系の、王子っていうか若い子系がいるんでしょ。なんか弟系っていうか弟弟系じゃないの。なんかいえーこんなキラキラしたなんか幼い感じの、あの 少年キャラでいない。 ある意味みんなキラキラしてるけどキラキラ、ある意味なんかもう輝いてはいけないよねあの人たちはっていう感じですかね。何結構闇闇なの。いや、あのあっけらかんすぎてダメでしょっていう感じですね。あっけらかん脱ぐのもう隠そうっていう感じ、いろいろな意味で隠そうっていうぐらい。でもあ、男子校って怖いなと思いました。あ、もうあれなんですね、部活でしかも男子校なんですね。はい、あ、男子校検索かけてください。部活、男子校、アニメか、アニメか、でしかもキラキラ言葉にできない。あ、じゃあもう完全に、あ、B の L ですか。あ、B の L ですね。 B の L、あ、B だ、B の L です。アニメ化していいんかい。いや、でも今、あの、BL 枠も、あの、ティーンズラブ枠もあるじゃないですか。あ、抱かれたい男1位に脅されていますは一応見ましたよ、最後。見ました。気になってるんですけど、なんか結構有名じゃないですか、うん、だってコラボカフェとか行ってみて。周りが好きな人がいるし、だから同卓でしょ。それ行かなきゃでしょ。いや、いいですね、だって BL とか、あの地上波じゃ多分やってなかったと思うんだけど、あの月書とか、あれとかも、あ、まあ、はいはいはい、なんかアニマックスかなんかでやってて、あの時はまだスカパー見てたから、うん、なんか一応全話見たんだけど、これ放送していいんかいなっていう。あれはちなみにあれですか、地上波やってないですか。地上波やってないの。わからない。そうだ、私は不女子でない。あ、そうでした。だからどういう世界だよ、なんか男しかいない世界。だからあれ俺世界観に困惑しちゃったもん。私ね、世界一初恋にびっくりした。ああ、はいはいはい、有名ですね。相当、あの 5、6年、でもあれ割と長く人気じゃないですか、うん、5、6年前ぐらいにある日池袋を歩いていたらふと顔を見上げたら全部が世界一初恋ドンドンドンってなって、男同士が抱きついてる絵がダン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 って駅に買ってざってありまして。どこの駅に行ってんの、池袋。池袋。池袋だからこそありえる現象ですよ。おじさまが2回見てたもんね。いや、でもあれは2回見ますよ。私も最初何か分かんなくてアニメイトによく行くんで、ほーってなるよね。池袋の、そうだそうだ、サンシャインロード行くところ結構マニアックなポスター貼って、ポスターっていうかあるんだ、看板あるんだ。しかも駅だったからね、それは。あ、これだって主役の声は小林雄介さん。何ですか。あれ、しろなんか、あの、なんだっけ、素晴らしき、このすみません、このアニメはこれからやるのでちょっと なまだとも言えない、ま、あ、そう、私 CD も聞いてないしわからないんですけど、なるほど、まだ、じゃあ、あれなんですか、北岸さん的には漫画なんですか。そうっすね、もう一応見たよ、アニメちらっと、あの、お試しが3巻にこうついてるのが、はい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 、それをちょっと見ましたが、はい、まだ様子見ですか。様子見っていうか、これ大丈夫かなって思ってるって。だからジャパニーズカルチャーは大丈夫かという心配をしている。いや、でも今一枠ずつあるじゃないですか、あの、これとレベルが違う、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 レベルが違う。肌色率とかそういうレベルじゃない、もう本当やめた方がいいでしょ。大丈夫ですか、本当大丈夫ですか。大丈夫です。肌色率って言うの。いや、もう、いや、そういうレベルじゃない。肌色率やるってこと。いや、そういうレベルじゃない、もうなんか、そういうレベルじゃない。どういうレベルだ。え、ちょっと待って、そこのレベルを超えると何になるの。あー、ちょっと一回落ち着きましょう。
昼です今まだお昼お昼だから、ね、お昼ですから、ね、そうそうそうわこわぜえ何をやろうとしてんだ今アニメ業界アニメ業界ちょっと私心配です心配です、だってアザゼルさんですら取材に行っていいかっていうギリギリのところでさ あれだけ人気だったのに雑誌に取り上げていいのかって最初の頃言われてたのに大丈夫ですかって言いたいあアザゼルさんまあ俺大好きだった大好きでしたあれはもうドシモネタドシモネタですね超シモネタうんそうだねあのねなんて言うんだろうあの主人公じゃないけどアザゼルさんやってる小野坂さんがもう完全にスヤンっていうだってオープニングでリアルのあのサイズのが出てきた瞬間小野坂さんかなって思うよねそうそうそう見間違い喋りがまんまでまあなあんだけ合う声優さんいないよねっていうぐらいのぴったりだった確かに、うん、ピテだったんですねなんか勢いと、はい、謎の疾走感と謎の疾走感と謎の中毒性でずっと見ちゃったけどラジオもずっと聞いちゃったんだけど、ね、果たして冷静になるとどこで芝居じゃないよねっていうもう本当に素で喋ってるよねっていうのあのアザゼルさんっていう、まあ、陰本を司る悪魔なんだっけ陰本、まあ、エロいことね、はい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 、基本的にあの特技がセクハラなのなるほど、うん、で基本的に喋りが基本的にセクハラで小野坂さんがしかもあの大阪の方だから、はい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 、関西弁でドシモネタでセクハラするのがハマりすぎてんのよセーフだったんですかねまあでもご時世ありますから今ならもしかしたら青木ピーは入ってた入ってたんだ、うん、アウトじゃないですかじゃあ入ってたダメですよあ USJ しかないえ作者の名前もやばいそうなのそうなのえなだから作者の名前も言えないしタイトルも言えないし内容も言えないんだよねああもうお昼はちょっと取り扱えないような100歩譲って取り扱うのは深夜かなみたいな感じですか、まあ、深夜でしょ字面をこう見せるしかないんでしょうねあそれすらもどうなんだろうモザイクじゃないかな書いてよ書いて私の手では書けないと ちょっと難しい、気になりますねこれはもうちょっと後で、はい、そんな盛り上がったこんなに時間取った気になっちゃっていやよう喋れるねなんか自分の好きな作品いやでもあれはまあ一見してみたらどうでしょうって感じかななるほどまずはとりあえず作文は一見にしかずであるとでも今年はなんていうかジャパニメーションはちょっと B の L を押していく流れなあでもちょっと前からそうだよねはいえそうなのえ BL って呼ばなかったえでも必ず最低一枠二枠は必ず枠絶対いますよね一覧見ると言うたらあれかゆり系も多いか最近日常系をゆりと取るかただの日常系と取るかも人のこう完成次第なのかなって思います、ね、見る人次第ですかねだって女の子しかいないからイコールゆりなのかってとこあるじゃないですか、うんうん、男の子しかいないからバラなのかっていうと難しいとこがあるのでまあそこは一概には言えませんけどまあ増えていることは確実だと思いますなんか表に出していいんだって気づいちゃったんだねみたいなこれならセーフなんだってなんかどこまでいけるのかをもしかしたら模索しているのかもしれない、ね、あちょっとどこら辺いったら怒られるかなっていうそうだってさ抱かれたい男を1位に脅されていますってそのタイトルもなかなかやばくないタイトルだけは聞いたことあるあれ、うん、あれ何あ男あ相手も男なのそうです男が男に、はい、おっさんズラブか、うん、ああおっさん役者です2人とも役者めちゃくちゃだから抱かれたい男っていう称号、うん、ほら雑誌とかであるじゃないですかあ、イケメンランキングとかそう あれの1位を5年間守ってきた男の子がいてで今年もどうせ俺がって思ってたら、うん、なんか出てきて3年の新人にその1位をかっさらわれて2位になってて、うん、なんだとっていうところから始まる何かっていう何か何か始まっちゃうわけねいやでも楽しくなっちゃってるじゃないですか恥ずかしいや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 ちょっと俺の知らない世界でなんかそんな感じで世界動いてたんだね高橋博樹さんと小野裕樹さんというあ、そうなんですすごいキャスティングでしたねすごいなんかめっちゃ抑えてるか気にはなってるんですけど小屋さんが入りそうだなって今ちょっとふと思ったんだけどいやでも絵の感じから言って小屋さんはどっちかっていうともうちょっとこう別の役をやってくださりそうな雰囲気ですね、まあ、私は宇坂さんが好きなんですけどね誰かプロデューサーが好きです調べてください調べてください。いやメガネずるいよね肌色率の高いアニメでしたちょっと脱いでんの脱いではないのねえねえなんだろちょっとちょっとすいません誰と会話をねえまあ後で聞きましょう
話尽きなくなりますから、あとでタイトル聞いて、えーって2人で言いましょう。そうしましょう。どうする？次回その単語ばっかり言ってたら。そしたら、そしたら私たちピーピーって、ピーピー言ってる。ピーピーって言ってます。ピーピーかもしくはあの豚くんでパーンって叩いときます。ここモザイクになってる可能性。アフロが顔に来てる可能性。全然想像もつかないでしょ。気になりますね。答え率が高くて。次行こうか。次行きましょう。はい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 、今日一番やりたい役ここですから。ここやろうとしてたんだよな。そうここが一番やりたい。やるんだよね、やるんだよね。ね、はい。そうしましょうか。じゃあ朗読コーナー行きましょうか。俺ちょっとね、正直1時間ずっと雑談してくれないぐらいだったんだけどな。これ、これ用意しましょう。そうですよ。はいはい、じゃあ、とりあえず行ってみましょう。じゃあ、次のコーナーこちらでございます。どどん出るかな。朗読の部屋。はいはい、はい、こちらのコーナーはですね、福娘童話集さんのサイトの作品を使わせていただきまして、僕たちが生で朗読をお送りするコーナーでございます。はい、はい、今回のお題はこちらでございます。どんばばん、日本の昔話、稲葉の白ウサギ。イエイ、聞いたことある人はいるんじゃないかな。はーい。名前だけ。なんとなくあのウサギがなんか飛ぶ。ウサギが飛ぶ？だまあ古典の授業とかなんかもろもろで見たんじゃないですか ね。国語の授業に出てきましたよね。なんかね、詳しくは知らなかったね。僕はどっちかというとあの東方プロジェクトで知ったから。そう、私家に絵本ありましたよ。私幼稚園のお遊戯会。なんか昔話、なんかイラストだけ知ってて詳しくは知らなかった。イラストだけ、うん、すごくピンポイントですね。ねえ、どんな萌え萌えな女の子だったんですか。あとで見ます。あの可愛い子、可愛いウサギちゃん。可愛いウサギちゃん。また話がそれる。まあ行ってみましょう。行ってみましょう。はい、はい、というわけで今回はナレーションは北木さんが、はい、その他もともと雑訳を我々が分散してやります。それでは、はい、聞いてください、はい、稲葉の白ウサギ。はい、あ、ちょっと待ってよ、画面がありますから。変わるんですね。はいはい、あ、はい、じゃあ BGM お願いします。昔々、沖ノ島という小さな島に一匹の白いウサギが住んでいました。ウサギは毎日浜辺に出ては海の向こうに見える大きな陸地に行きたいと思っていました。ある日のこと、いいことを思いついた白ウサギは海のサメに言いました。サメくん、僕の仲間と君の仲間とどちらが多いか比べっこしよう。君たちは向こう岸まで海の上を並んでくれ。僕はその上を数えながら飛んでいくから。いいよ。お人よしのサメは白ウサギの言う通りに向こうの岸まで並びました。じゃあ始めるよ。一つ、二つ、三つ。白ウサギはサメの上をジャンプしながら向こう岸まで渡りました。イエーイ、騙されたな。比べっこなんて嘘だよ、お人よしのサメくん。僕はこっちに渡りたかっただけなのさ。それを聞いたサメは怒って、ウサギを捕まえるとウサギの皮を剥いでしまいました。うぅ、痛いよ。皮を剥がされたウサギが泣いていると、若い神様たちがそこを通りがかり、海水を浴びて太陽と風に当たるといいよと言いました。ウサギが教えられた通り海水を浴びると、ますます痛くなりました。そして太陽と風に当てると、さらにもっと痛くなりました。そこへ大荷物を持った神様がやってきました。その神様は意地悪なお兄さんたちに荷物を全部持たされていたので遅れてやってきたのです。かわいそうに、まず池に入って体の塩気をよく洗うんだ。それからガマの方をほぐしてその上に寝転がればいいよ。ウサギがその通りにすると、やがて痛みも消え、全身に元通りの毛が生えてきました。この心優しい神様は後に大国主の御事と呼ばれ、人々に敬われたそうです。おしまい。はいはい、というわけで稲葉の白ウサギ、
これなんか長い話のなんか一節らしいね。そう、うん、結構長めですね。こんなにキュッとはしてないかもしれないです。なんかその大国主の御事の国づくりの中の一節なんだよね、うん、稲葉の白うさぎっていう古事記に書いてありますよ。あ古事記にも書かれている。あこのネタ知らねえかみんな。分かんないです、ごめんなさい。忍者スレイヤーという書かれているのだよ。のだよ。忍者たちは挨拶をしたら挨拶を返さねばならない。のだよ。書かれている。のだよ。のだよ。忍者って今来てるらしいね。え、そうなの？うん。何が来てるんですか？ブームですか？ブーム来てる。忍者ブーム来てる。忍者ブームが。私さこの間、はいはい、甲賀の里の付近に寄ったんだよ、ね。ほう。突然の甲賀の里。はい、甲賀の里のサービスエリアに寄りまして。ほうほう。甲賀の里のサービスエリア。私実はジライヤっていうおにぎりがすごい好きなんです。懐かしいなこれ昔、隠れんじゃ見てた違うね違うね、うん、違うね、あの地面の字に雷に、うん、なると書いてジライヤっていう、はいはい、天むすなんだけど、おおはいはいはい、のお店があるんです、はい、あの雷っていう字をこう四角で囲んだ感じの、はい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 、まあ屋号っていうかなんかのロゴのね、はいはい、で、はい、羽田空港とかにも売ってるんだけど、うん、昼ぐらいにはなくなってしまうという大人気のお弁当で、私はね、とあるところで多分お弁当かなんかでいただいたのが始まりだったんだけど、はい、もらったらさ、あのどこのですかって聞いたら名古屋あたりって言われて、あ名古屋なんだと思って出会えないな、出会えないなと思ってたら甲賀でした。甲賀でございまして、あれ出会いまして食べまして、はい、非常に美味しかったんです、はいはいはい、で、まあ皆さんもし見かけたら食べてみてくださいね、ぜひ食べてみてください。そこで飲んだお茶がうまくて、あれジライヤどこ行ったジライヤ、ジライヤめっちゃうまいのよ。ジライヤはジライヤでものすごいおすすめ、はい、なんだが甲賀の玄米茶がすごく美味しくて、まあ、あっちら辺は、まあ、静岡も近いからか分からんけど茶畑多いみたいね、確かにね。あそうなんですね。なんかね、お茶の渋さと、うん、その米のさ、その、うん、せんべいの香ばしさとがすっごくマッチしてて、なんかね、今まで私が飲んだお茶の中でちょっと一味違う感じだったのがとても美味しくてですね、玄米茶うまいやつだね、ほんと香ばしいんだよね、匂いが香ばしいですもんね、香ばしい、だけどもうそれに負けないお茶のその主張がね、最高でした。忍者ブーム来てんだね。なんか監督のあの大地秋太郎監督とかが今すっげえ忍者をしてて、その経由でなんか見てたりもする。でもあれだよね、なんか甲賀っていうのもね、うん、あのなんだっけ、甲賀って言わないんだよね、本当は。なんていうの、甲賀。甲賀。ああ、な、濁らないんですか。甲賀と伊賀。そう、いや、伊賀は伊賀なんだ。伊賀は伊賀。伊賀は伊賀なんだけど、なんか本当はなんかあの、甲賀の人に甲賀って言うとちょっと嫌な顔される。あ、そうなの、なんか俺聞いた。茨城の人に茨城って言うと怒られるやつ。なるほどね。伊賀っていうからなんかそれで、甲が似てるからっていうので、甲賀って言われちゃう。でも甲賀忍法帳だったじゃん、バジリスク。甲賀なんだよね、あれ。じゃあ正しい読み方は甲賀なんじゃないですか。甲賀っていうので、だから俺なんか昔なんかその、声優の学校のところで効果これ読み間違えると本当怒られるぞって言われて、知らなかった。ちなみに先ほどの稲葉は鳥取、そうです、稲葉の白崎、沖の国は鳥取、あ、島根って書いてある、島根って書いてますでしょ。沖の島、そうそう、ただなんかウィキ調べたら、この沖の島説と、うん、あの沖っていう字が、うん、どうもただ島から離れた島っていう意味もあって、山水の方かな、そうそう、なんかただどっちなのかなっていういろんな説があるっていうのもあって、なんかいろいろと諸説あって、なんか俺たちが本家だっていうので結構取り合ってるみたいな諸説ありポンスみたいな、そうだね、諸説ありあとは専門家に任せましょう。そうですね、そう今までなんかいろいろわかんねえよ、まあ、昔古事記の時代ですから、難しいとこでありますね、解読はその人次第ですから、今のね違うからね、区切りが、うん、稲葉の白うさぎもなんか途中で聞いたのがさっき話してたけど、なんか神様、はいはい、神様なのね、結構なんか弱いものみたいな感じだったけどなんか予言すんのね、この後なんかそのもともとこれなんだっけ、大国主の御事のお兄さんがあのなんかどっかなんか美人の神様のところに求婚に行こうとしてた、はいはいはい、なんだっけ、名前忘れちゃった、忘れちゃった、なんとか ビクニじゃねえ、なんだっけ、違う、ねもう今弁財天しか浮かびませんその神様のところ求婚行くために、まあ元々性格が悪いんだって、
でお兄様方で弟に全部荷物を持たせていって、うん、であのそれこそ先に行ってたところにこのウサギに嫌がらせをしたっていう、うん、でその後で来た大国の主の御事が来てなんか助けてあげて、そしたらウサギがあの大丈夫ですよって、その、あの神様はあのそのお兄さんの方の休校には絶対なびきません、あなたと結婚しますからっていう予言をした。確かに絵本にはそれで書いてありました。そうそう、で予言をしたことによってなんかウサギを一応神様っていう捉え方をするっていう、神社もであるしみたいな感じ、いろいろあるんですね。こっちの方では確かにウサギのお菓子とかをいっぱいあるもんね。あ、そう、うん、さすが地方いろいろ言ってる。俺鳥取島根行ったことない。あ、島根一回あるか。鳥取に置いてあったよ。鳥取に置いてあったよ、かわいいお菓子が。いや近いからね、まあ近いからまとめてね。そうですね、やっぱりこう協力していかないといけないですから、空港は高すぎていけなかった。あれなんでコナンがあるの、あそこ。あ、作者の、 あの青山剛昌先生。はい、さようでございますね。え、そっからですか。怒りますよ。なんで砂丘と関係あるのかと思って。砂丘は関係ないです。 あそこが出身地なんです。で限定のラクダに乗ったコナン君もいるよ。そうです、めっちゃあそこの空港に行ってみたいんですけど、行く機会だ。行く機会がないんでございます。ウサギが火に飛び込んだのは、あれは星座のお話なかったっけ。ウサギ星座なんかあったね。あれはなんか僕を食べてくださいみたいな。そうそう、食べてください。何も私はプレゼントできませんので、うんうんうん、どうか私のお肉を食べください。ありましたね、そんな話。それはでも何ですかね。あれ稲葉の白ウサギじゃなかったではないね。ではない、別の話でしたね。別ので、なんか神様がなんと献身的なウサギだっていう。でもウサギ座ってあったっけ。あれなんだっけな、星座が、なんかあのー、なんだっけね、月じゃないです か、月じゃないか。あ、月にあげてあげたんだ。だっけ、月じゃないですか、なんか、うそかもしんない。月っぽいイメージありますけどね。時間が足りなくなる、そうなんですよ、まあ、そうだそうだそうだ。コーナーは押しまくってる。あ、そうだそうだそうだ。いかんね、やっぱ3人いるとね。で、特に話題どんどん振ってくれるから話題が尽きねえんだよな。とりあえずこちらのコーナーも行っておきましょうか。あ、次のコーナーです。次のコーナー行ってみましょう、はい、ババン、ドーン。いますか。大人軍男子育成計画忘れちゃダメなんだからね、キラー。いや、あなた直に回してもよかったんだけど。いや、何言ってんすか。ここは北岸さんがいるんですか。北岸さんをキュンキュンさせてあげて、はいはい、そう北岸さんと一緒にキュンキュンさせてあげてくださいよ、リスナーを。わかりました。ちょっとね、そっち方面に強い北岸さんの心を動かせるか。そうですよ、監督。怖えな。さあ、やってみるがいい。はいはい。え、北岸さんがやるんすよ。え、そうなの。当たり前じゃないですか。そんなバカな。私この後これが、あ、ちょっともう台本忘れちゃったから。私台本忘れちゃったからな、しょうがない。北岸さん、はい、来ちゃったよ。はい、来ちゃったよ。何を渡されてるぞ、先輩。おかしいな。はい、というわけでね、はい、こちらのコーナー、僕がね、お手心を理解しようというコーナーでございます。乙女心にキュンと作るセリフを頑張るコーナー。もう143回目だよ。そうだよね。そろそろ分かるようになった。いや、なんか掴めてんのか。だからこんな感じなのかなって分かるんだけど、やっぱちょっとディープな人にちょっとある程度判定してダメ出ししてもらうと分かんないんだよ。でも1回目の時なんか怖かったんです。え、一作これ手直し。あ、そう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 、あのね、改訂版、あのね、台本書いたらね、あの彼氏彼女のやり取りなんだけど、ちょっとね、彼氏がね、怖い感じにサイコさんな感じになっちゃって。俺もなんかちょっとおかしいなと思ったら、ビロちゃんがちょっと修正してくれたから。あ、そうだ、俺が書きたかったのこういうのっていう。殺されちゃうかもしれないと思う。あのね、あの正直ね、あの彼女しか見えないっていうちょっと歪んだ方向に書いちゃったでしょ。紙一重だったんです。でももう私ではこれ以上案が出せなかったです。うん、まあね、手を握りしめてね、手持ってちゃうかもしれないね。嫌いをしたけどね、やばいね。あ、そっち方面も強いだね、やっぱ。キラーとか。キラーはまっ…なんでもないっす。はいはい、じゃあ行きましょうか。はい、ジョジョって楽しかったよ。あ、そうだそうだ、タイトルも行けなかった。タイトルこちら、タイトルこちら。今回はこちらです。冷たいって、あ、暖かい。それこそまさにキラーみたいな感じだった。冷たいって、暖かい。君の手は素晴らしいよ。持って帰っちゃうかもしれない。あ、危ねえ危ねえ。怖い怖い。じゃあ行ってみましょう。では画面お願いいたします。大丈夫かな、すごく自由。はい。はい、それでは BGM お願いいたします。あ、なんでレイ。あ、冷たびっくりした。まったく、そんな悪いことをする手はこうだな。あなたの手すごく温かい。
うらやましい。でも手が冷たい人って心が温かいって言うじゃない？うん、当たってる。え、そうかな。あ、だけど逆に温かい人は心が冷たいんだっけ？あなたはそんなことないと思うんだけどな。そう？ありがとう。うん、すっごく優しい。でも優しいのも温めるのも君だけがいいかな。え？僕がこんなことをするのは君だけ。君のためだったらこうやっていつでも温めてあげるよ。どうですか？付き合ってる設定だよね。はい、付き合ってるんだよね。はい、これ付き合ってるよね。そうだ、大丈夫ですね。いや、付き合ってなくてこれ怖いよね。いや この男どうしたらいいのってなる。まあ少女漫画の主人公だったら、主人公っていうかね、結構グイグイ来ない？まだ彼氏彼女じゃないのに、お前そこまでやるかっていう男だったらね、怖いよあんなの。まあイケメンだから許されない。それイケメン無罪になっちゃうんだよね。イケメン無罪ですね。かっこイケメンに限るってもう、書かれなくても書いてある。ずるいよな、イケメンってな。イケメンなあ、イケメンではなんだろうな。冷静に考えてください。逆もしかりですよ。かっこ可愛い人に限るとか美女に限るってあるじゃないですか。あるあるある。だって冷静に考えてですね、えいって冷たい手をピッてした人がブサイクだったらあんってなるじゃないですか。なるかもしれないね。でも可愛いからやめろよってなるわけじゃないですか。そういうことっすか。そうですか。まあ、いや、ブスとは言わないけどね。まあある程度やっぱ性格可愛い子とかいるから。性格、うんうん、まあでも性格可愛い子は顔も可愛く見えますから。そう、愛嬌があるっていう。何のフォローだよ。いや、あのね、あ、でも人によるのかな。男ってね、そこまで美人ってあんま好きじゃないよ。なんで？やっぱね、美人っていうのは、あ、綺麗とは思うんだけど、好みの対象かっていうと、あ、見て美しいなっていう。でもラブになるかって言ったら、鑑賞用ってこと？そう、あ、鑑賞用。どっちかっていうとやっぱそばにいてほしいな。いてきなんかね、緊張するもん。あ、いや、でも逆もしかりだよね。しかりですよね。男はもうそうなの？そりゃそうでしょ。キラキラされててもなんかこうどうしていいか分かんないじゃん。なんか、ね、そこら辺でなんか少女系でキラキラしてて、はい、っていうような感じのキャラとかさ、いて鬱陶しくね。あれですよ、見るイケメン、近くにいてほしいイケメンは別なんですよ。別どっちかっていうとなんか男視点から見るとなんかシュタ系のなんかあの可愛い系の方が一緒にいて楽じゃねって思う。ショタ？ショタというか。ロリ？もうちょっとそれからなんかちょっと面白い系、あ、なんかちょっとザックバランっていうか、面白い、常に格好つけてるようなナルシス系より、なんかちょっと面白いひょうきん系な、まあその方が楽しいかもね。楽しいでしょ、うんうん、っていう部分で、だから何の話だっけ。ライクとラブ違うみたいな。ライクとラブ違うね。違いますね、うん、あ、でも付き合ってないと、こんな感じじゃない気がします、うん、あ、付き合ってなかったらドン引きですからね。これ俺なんか初期のやつなんて書いたんだっけ。そうだ、心が冷たいんだっけっつったら、あ、まあ、あ、なんて書いたんだっけ。なんか君だけに優しくって他の人に俺冷たいよみたいなの。そんなこと書いてあって、どうしよう、やばい、この人本当にやばい、どうしよう。大丈夫だよ、優しくしてるのは君だけだからっていう。ちょっとね、書いててこの男危ねえなと思ったんだけど、それを面白くしてほしかったな。うん、いやいや、その感じだ。ミロちゃんがダメ出しが来てちょっと怖いですって言われて、さあ、ああ、じゃあそれだよねってことで。ちょっと怖かったっす。あ、今日探偵の出番なくなり、あ、お、そうだ。探偵来ますよ。この後ね。押してますから。ザクッとギュッとやります。はい、じゃあ行きましょう。今日はよ、喜ばしいことに、うっかり偶然投稿なかったですから、こんなに。ふわっとしてるだけで。はい。もうだからね、もう思う存分喋っててね、他のコーナー潰してしまってるっていうね。楽しみにしてるよ。だから北岸さん、毎回来てくれって楽しいから。なんか北岸さんのね、やっぱ全国巡って、いろんなオタ情報が。なんで全国巡ったオタ情報。巡りプラス、地元のオタ情報がさ。地元のオタ情報。俺もう全然わかんないから、新鮮で面白いね、聞いてるだけで。すごいことがいっぱいあるよね、世の中ね。もうマイクの音量がね、あ、分かってきちゃったらごめんなさい、ほんと。はい、じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ以上、乙女キュンでした。続きまして、こちらのコーナーでございます。ででん。ででん。
今日はシンプルですいません、とりあえず生ください。あざーす、生入りまーす。とりあえず生で、はい、はい、何だったっけ。なんかいつも小芝居やってます、ね、小芝居入ります。必ず居酒屋入っちゃうんです、はい、こちらのコーナー番組メンバーが生でボイスドラマを演じてみるコーナーでございます。今回の、お題はこちらでございます。ババン、明智小六郎の事件簿18 消えた遺体と黒装束の男前編。忍者忍者じゃ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 忍者伊賀ですか、効果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 です。決まっちゃった、伊賀者。そういう話じゃないんです。やりますよ。行きましょう行きましょう。まあ今回もね、新しい事件を作りましたので、今回も小森くん頑張ります。頑張ります。はい、まあ、漢字の読み間違いあるかもしれないけども、やめてください、間違えちゃう。はい、じゃあ画面お願いいたします。はい、それでは BGM お願いいたします。明智小六の事件簿18消えた遺体と黒装束の男前編です。うん、ここが今回事件が起こった現場か。はい、 DL 学園陸上部が合宿で使用していたや山の中のこちらの宿泊施設、その合宿最中に起こった殺人事件を先生に解明してほしいとのことでした。なるほど。それでは事件の詳細を説明してもらえるかな、小森くん。はい、被害者の名前は伊達勇くん、17歳、 DL 学園陸上部のエースだそうです。本日未明、宿泊施設の従業員が中庭で首を吊っている被害者を発見。死亡推定時刻は昨日の20時から24時。死因は頸部圧迫による窒息死、ですが首筋に吉川線が見られることから、おそらく自殺に見せかけた殺人と思われます。殺人か。容疑者はいるのか。それが選手たちから妙な証言がありまして、それで現在103号室の小林隆史君が容疑者として事情聴取を受けてます。妙な証言。はい、なんでも昨日の21時ごろ103号室で被害者の首を絞めている黒装束の男が目撃されてるんです。黒装束の男だと。はい、103号室の対面の102号室の加藤清志くん、101号室の田中光平くんが同じものを見たと証言しています。まず102号室の加藤くんが、その後に101号室の田中くんが103号室に到着。しかし103号室には小林くんしかおらず、被害者はどこにもいなかったと。二人は勘違いだったと思って部屋に戻ったそうなのですが、翌日未明に被害者が首吊り死体として中庭で発見されたということです。なるほど、部屋番号が連続してちょっと混乱するかもしれないが、後で文章を読んでくれたまえ。みんなはな、うん、確かに妙な話だな。そしてここが遺体発見現場の中庭。はい、遺体はこちらの木に吊るされていたそうです。そしてご覧の通り、この合宿所は崖を背にコの字になっていて、建物を経由しない限り中庭に出ることはできません。そして中庭を挟んで部屋が対照的に配置されてます。なるほど、小森くん意外な漢字を読み間違えましたね今。この崖でか、うん、この崖がちょっと、はい。なるほど、この崖では外から侵入することは不可能か。となるとやはり外部犯ではなく内部犯の可能性が高いようだな。はい、おそらく。そしてこちらが加藤くん、田中くんが黒装束の男を見たと証言している103号室になります。現在事情聴取を受けている小林くんの部屋ですね。うん、部屋の配置としては103号室の真向かいが102号室、その横が101号室ということか。確かに位置的には2人とも103号室の部屋の中は見えそうだな。はい、そのようです。黒装束の男が出たという部屋を少し調べてみたいな。今は見られるかな。大丈夫です。はい、こちらになります。うん、ちょっと噛んだか。うん、ストレッチなどができそうな適度な広さの部屋といったところか。そしてベッドと机と、おや、これはキャスター付きのスタンドミラーか。かなりの大きさだな。あ、そのスタンドミラーは選手たちが各自ホームを確認できるように各部屋に設置されているそうです。ほう、各部屋にか。なかなか充実した合宿施設だな。うん、見たところ人を隠せそうな収納場所はなさそうに見えるな。ちなみに黒装束の男を見たという二人はこの部屋に来た時部屋の中を調べたのかな。はい、部屋にいた小林くんと一緒に部屋の中をくまなく調べたそうですが、黒装束の男もその衣装もそして被害者も発見できなかったと証言してます。なるほど、向かいの部屋からこの部屋に来るまで走ったとしてもおそらく20秒くらいか。
部屋にいた容疑者の小林くんが偽装工作をするにはあまりに難しそうだな。そうですね、隠さなければならないものが多すぎますし。ところで被害者の部屋はどこになるのか。あ、はい、この隣の104号室になります。部屋の間取りや家具の配置は先ほどの103号室とほぼ同じだな。例の大きなスタンドミラーがあるようだ。おや？どうしました先生？いや、床がところどころ土で汚れているようだな。これはスタンドミラーのキャスターに少し土がついている。土ですか？うん、どうやらこのスタンドミラーは動かされた形跡があるな。その時に床に土がついたようだが、妙だな。なんで部屋の中にあるこのスタンドミラーのキャスターに土がついているんだ。はい、というわけで続く、はい、出題編でございます。はい、ちょっとねこれね図を用意すればよかったなと。そうですね、うん、まあ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 、まあ、次回はあちらで、うん、ああちょっと解説をしつつ、うん、まあこの字型になっているっていう、崖を背にこの字型になっている。難しい。なんかなんとかねちょっと外部を遮断するために崖に立てましたけど、ええ、突然崖に立って、そう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 、崖を背にこの字が言いにくくて、山の中で、うん、はいはい、なってる密室じゃないですけどね、犯人が、あ、なんか首を絞めてるやつがいる、行ってみよう、ダダダダダダ、誰もいない、あれいないの、あれ何を見たんだっていう、うん、で次の日には遺体があったと。ど真ん中にドンと、もうね、DL 学園が BL 学園にしか聞こえない。これもね、あのね、本当はね、あの元々はね、PL だったんですよ。あー、うん、あ、ものあるじゃん、PL、あの野球のね、うん、PL があるから、じゃあ、D かなと思ったら、どっちかっていうと今、話題のせいでね、B に聞こえちゃうね。ボーイズラブだ。いやいや、私も一生懸命聞こえないように、DL って言うんですけど、もうこれ、いっそ途中で DL って言った方がいいかなと、ちょっと思いました。おじちゃんの言い方で。デー学園 ABC デーや PGA ぐらいね、今日は PGA。 はい、というわけで以上、はい、出題編になります。次回の時にね、回答編を用意しておりますので、うん、ちゃんとトリックはありますから。毎回人を殺す話を考えてくださいって。なるほどね。まあ、コナン君だとほら大体さ、分かったぞ犯人がで終わるのがなんとなく終わったっていうね。そう、あ、終わったと思いました。いやいや、解決するんですよね。どういうことだ。ババーンって容疑者の会計が上がって、ダダ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 ダ結果が待ってます。高校野球で有名だった。そう、PL って確かあれ野球部なくなるんだっけ。なくなってますもん。なくなったのか。まだギリギリなんでしたっけ。なんかもうでも新しい人は入ってないですよね。廃部になっちゃったんだなあれ。いや、それこそあれでしょ、石橋さんとかそこでしょ。あ、違ったっけ。石橋さんは帝京です。あ、帝京か。あれは全然違った。PL はあ、そうですね、桑田さんとか清原さんとか。あそこら辺じゃないですかね。遠くね、高校野球もうにわかだからね。帝京魂って、帝京魂、帝京魂って言ってるから PL じゃないじゃないですか。そうだよな、そうだそうだそう。なんでか知んねえけど PL の話しながら頭で帝京の話混ざっている。混ざりますね。でもあ、清原さんとか、あ、有名だと思います。よく常連校ってイメージだったかな。そうですね。おお、亡くなったんだってちょっと思いました。え、俺もなんかニュース聞いたけど、亡くなるの、え、いいの亡くならしてと思ってたから。衝撃的ですね、なかなか。そうそうそう、びっくりしたよ。時代は変わっていくもんですね。変わっていくもんですね。怖い怖い、ま、あ、マイケンも、あ、そうですね。広島の、え、マイケンって広島でいいんだ。今ドジャーズ、ドジャース、あーですです。詳しいな、ほら本当に分かった、詳しいね。田中さんだって鹿児島ですもんね。なるほど。あ、結構、いや、まあ、もしかしたらあれかもしれないですけど、鹿児島の男の人って野球詳しいっていうか好きな人多くないですか。肌で知ってる人だけですかね。分かんない、九州の方にあまり合わないよ。地方はね、特に あんましあれなんだよね。こっちにいると感覚に打っちゃうけど、うん、あんまし面白いテレビやってないから、まあ、テレビチャンネルの数も少ないですし。そうそうそう、でローカル番組がまあ結構ローカルの情報番組が多くなっちゃって、うん、
まあ、正直知ってる場所とかあんまし行きたいっていうところはないんだよ。あとスポーツ関係も野球はなんかや必ずやってるイメージありますけど、他のスポーツってオリンピックとかじゃない限りあんまりこう放映されてないイメージが。俺もそうだから、昔は巨人軍しか知らなかった。巨人戦しか放送してくれなかったから。巨人戦しか映んないんですよ。なんて言ったって読売テレビですから。そう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 。なるほどね。そりゃそうかもしれない。果実とか、果実とか強いって。あ、そうですね。鹿児島だと果実、鹿児島実業、実業、よく名前聞く。そこですかね。あ、なるほどね。そうそう、もう 春、はい、春も始まってんだっけ。あ、始まった。春はもう決まっただけか、うん、ですかね。もうちょっと後じゃないですか。なかなかね、ちょっと時間的に余裕ないから、高校野球もなかなか結果しか知れないって、この悔しさね。たまに見るとドキドキしながら。ドキドキしますね。あと地元が出てるとついつい見ちゃうんですよね。そうそう、応援しちゃう。負けたかって思っちゃうよね。コットちゃんすごいとか言って、そんなに知らないのに。そうそうそう。あ、そうだ、燃えるんだよね、あれね。はい、というわけで、また次回。はい。今回もね、雑談で終わっちゃいましたが、また次回お会いしましょう。はい、良い週末を。良い週末を。秋吉でしたね。ね